うも、クニでーす。皆さん、今日はゲストに来ていただいております。隣にいらっしゃるのが鈴木和也さんです。この名前を聞いてご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけども、なんとですね、イチロー選手のお兄さんなんです。本当ですね、たまたまですね、僕の友達の友達がその鈴木さんとお友達だったようで、それで紹介してもらったんですけども、今日はですね、そんな鈴木さんの、手掛けてるブランドでスーというブランドがあるんですけども、こちらについていろいろと紹介していきたいと思います。でまずなんですけども、鈴木さんの人となりを僕から紹介させていただきます。鈴木さんもともとですね、絵やデザインが好きで、高校卒業後は建築の専門学校へ進学し、その後建築設計の仕事について、なんと今一級建築士という、すごいですね、はい、資格を持っています。資格を持ってるんですね。でそこからですね、28歳にデザイン業を始め、現在はデザイン制作やそれに付随するプロデュース業を行っているとのことです。で今日紹介するのが、街でも着れるスポーツカジュアルを提案しているこのスーというブランドですね。でここにあるのはアパレルではなくてですね、あのテーピングなんですけども、コブラクションテープというものでして、これがなんと累計シリーズで145万枚を売り上げているという、今日はこちらについてご紹介させていただきます。では杉さん、こちらのテープの特徴をまずよろしくお願いします。特徴、はい、はい、あのこれもともとキネシオロジーテープという、はい、まあ今もあのこういう、今までこういう、あ、そうですね、僕もいつもそれ使ってますね、はい、ではこういうやつですね、はい、よくあるやつですね、はい、これの、まあ、進化版ということで、もともとこのキネシオロジーテープっていうのは、はい、皮膚を持ち上げて血液をこう流すようにしていく商品なんですね、はい、なんですけど今までのものっていうのはこの形だったので剥がれやすかった。そうですね、結構剥がれやすいですね、はい、水にも弱いっていうことなんですけど、まあ、この形になったことによってその辺がだいぶ軽減されてるっていうような商品になってます。はい、はい、この形になるまで何かこう過程とかはあったんですか？単純に僕がこの形がかっこいいなと思って、はい、例えばアスリートの人とかがこれを貼ってあのプレーをしたらかっこいいんじゃないかっていうことで、はい、あ、そういう感じ、はい、デザインがこうふっと降りてきたっていうか、そうなんです、はい、でカラーリングもやっぱそのかっこよさを重視されてこの配色にしてるってことなんですか？そうですね、はい、そうなんですか、はい、僕がちょっと今実際ですね、はい、貼ってみてもいいですか？あ、もちろん、ありがとうございます。大丈夫です、はい、ちょっと僕テーピングに関しては結構いつもうるさいですか、はい、いや必要でしてあのオスグッド持ってるんですよ僕。なるほど。ここだからいつもそのバーベルスクワットとかしちゃうと、はい、すぐに痛くなっちゃって、でまあここにこんな形で貼ればいいんですけど、はい、基本的にテーピングを貼るときは皮膚を伸ばした状態を作って、はい、テープは伸ばさないで置くように。なるほど、じゃあこう極力こう曲げた方がいいんですか？ですね、これ安いですか？競技によって、はい、その皮膚を曲げるその位置、はい、角度っていうのが変わるんですけれども、はい、例えば短距離みたいにこういう風になった状態と伸ばした状態が、はい、角度が、はい、結構つく、はい、競技、はい、短距離は結構ありますよね。こうありますね、あります、ね、で長距離になるとこれぐらいになるわけじゃないですか。あ、そうですね、例えば、はい、なんでその競技によってその角度の中間位で変わるんですよ。なんで曲げる人はこれぐらい、はい、曲がらない人はそのっていう、こうマックスこのぐらいなのでこの中間でここってことですね。そうです、わかりました。伸びた一番伸ばした状態っていうか、あの足がこう一番まっすぐになった状態と、はい、一番そう曲げた状態の中間、はい、中間ですね、はい、ここですね、をスタンスで取る、はい、のが一番最初の、はい、とっかかりですね、はい、でこの上にこう貼っていくんですけど、紙が裏に貼ってあるので、はい、この紙を剥がす行為から始めます、はいはい、結構すんなり破れるんですね、はい、紙だけ破れるので、はい、でこう取るんですね。あ、なるほどなるほど、こう取っていただく、一番端っこからいかないんですね。そうです、真ん中がくっついていくわけですね、はい、でできる限りこの糊面を触らないようにしたいんですね、はいはい、でオスグッドはここ出てるんで、はい、この辺でこう、はい、しっかり合わせていただいてラインをこう決めます、はい、そこもこの一番最初はこう決めて、はい、ただ貼りやすいですねこれ、はい、かしら位置も位置も分かりやすいんですよ、はい、この形で。そうですね、でこの細長い分あのなんかこうなんですかね、広い面のやつと比べてヘラヘラになりづらいですよね。そうですね、はい、あとはこんな感じなんだ、はい、あとはもうこうラインに沿って置いていくように、はい、テープは一切伸ばさなくていいんです、はい、なんかかっこいいですね貼り方も、は
張り方もかっこいいですね。あとはしっかり押さえてあげる。はい。あのアクリルの糊を使ってるんで、はい、結構薄いんですかこれ。薄いです。貼られてるかどうかも分かんなかったですね。そうですね、貼ってる違和感も少ないですね、はい、貼られた瞬間の違和感で全然なかったですね。貼ったのか分かんないぐらいです。結構薄いな、全然分かんないですね。で、しっかりこのアクリルの糊を使ってるんで、体温でこう温めてあげると糊が、あーなるほど、はい、くっつきやすく、じゃちょっとこう、こういう感じ。そうですね、温めてあげる、はい、押さえながらこう温めて、はい、これで完成。でこれで立ってもらうと、はい、シワができるんですね。ああ、でも立つと分かりますね、はい、立ってる。このシワがすごく重要。このシワ重要なんですか。はい、立った時のこのできるシワで、はい、皮膚をこう持ち上げるっていうようなメカニズム。確かに確かに。例えば、はい、あの膝の上に貼る時は、はい、シワだとこの辺がくしゃくしゃになるんで、なりがちです、ね。まあ、若干こうテンションをかけながら貼る、はいのがいいと思いますね。こんな感じですか。はい、でこれも立ってもらうとシワができるんですね。はい、まあ、貼ってる違和感の比べたりとか、はい、あとこれ時間が経ってくるとこの外側からだんだん剥がれてくる、はい。そうですね。これ今服着てないからあれですけど、この上からだいたい野球してる時だと服着ますもん。そうですね。だいたい僕あれスパッツとか履くじゃないですか。はいはい、履く時にちょっとこうよれてくる感じあるんですよ。まあ皆さん分かりますかね、見た目にも結構違うんですよね。ダイブアップですけど、僕32歳の膝ダイブアップですけどこんな感じなんですよね。結構違うんですよこれ。もう見た目なんかもう僕の皮膚とも一体化してる感じなんですよね、こういう感じに。こっちだとやっぱりちょっとなんですかね、こうなんだろう、こうなんか貼られてるなっていう感じなんですよね。僕じゃない感じなんですよ僕じゃない感じこれしばらくお風呂入っても大丈夫なやつなんですかね。お風呂私は3日ぐらいで、まあ、真っすぐこうやって貼れるテープっていう、まあ、これもちろん貼れるんですけど、はい、あのちょっとしたコツがいったりとか、はい、さっきちょっとテンションかけたりとかしたので、まあ、皮膚に対するストレスっていうのがだいぶ違うなっていうところですかね。そうですね。もともとキネシオロジーテープっていうのはテンションかけないように貼るっていうのがポイントになるんですね。こっちだったらちょっとテンションかけないとむしろ綺麗に貼れないんで、はい、っていうところでやっぱ違和感が出ちゃうって部分ですよね。さっきのところ、まあ、この辺ちょっとテンションかけたんですけど、はい、テンションかけずに貼ってしまうとこの辺がもうグニャグニャになっちゃうんですね。はい、なりますね、はい、大体そうなりますね、はい、そもそもここからもうなってますからグニャグニャに。そうですよ、はい、まあ、剥がしやすいですけどね。その代わり肩こりにとってもいいと言われている、はい、相方もちょっと肩こりにいいという、あ、これのですか。ご紹介したいな。あ、ぜひお願いします。思います。はい。はい、これ半分に切るとき、こう真ん中でスパーンって切っちゃうと、はい、さっき言った角とか、はい、まっすぐの部分ができてしまうので、はい、それは極力避けたいです。はい。はい、じゃあ。今テーピングを折り返してるんです。折り返。折り返して。そうですね。こういう形で、はい、こういう感じですね。そうですね。そこで折り返す。はい、ここねこう丸みができるんで、このラインに切れば角が立たないと。そうですね。このラインに沿って切ると。丸く綺麗に切れる。丸く収まるということですね。はい。よいしょ。よいしょって言っちゃいけないの。こんな感じですね。はい。これで丸く切れますので。はい。はい。でこちらも同じように。あまりも切られるんですね。こっちも反対側も同じようにこう曲げていただいて、はい、同じように切る。こんな形。ね、丸く切れました。はい、でこの感じでいいです。はい、この感じでいいです。はい、で後頭部に手を右で手を右手だけでいいです。はい、姿勢正してまっすぐで、はい、で肘だけ後ろに行きますか。そうですね。それ自分の可動域ですね。あ、そうですね。体が硬いのバレちゃいます。はい、それを、はい、まあ、今カメラで撮ってるんで、だいたいこの辺かなっていうのも分かると思うんですけど、はい、あとは縦。縦しま。同じようにその耳の横に顔は傾けない方がいい。まっすぐ、はい、今ちょっと倒れてこれぐらいが、はい、それで腕だけ倒す後ろにギュッと、それをじゃあ覚えておいて、はい、だいたいこんなもんかな、はい、それで手首に入ります、はい、その可動域が変わったらすごいと思いませんか。い
やまさかのそうかなと思ったんですけど本当ですかそれ。じゃでさっきと同じように髪はこうやりますね、はい、で真ん中がポイントになってくるんで真ん中をだけをこう剥がしてもらう形です。なるほどなるほど、はい、で内側はちょうどこの手の境目に置く感じです。こんな感じ、はい、で手のひら中心です。こんな感じですね。ペチョッと、はい、でこれって真ん中も分かりやすいですね。位置が、あ、そうですね。この丸みに合わせればいいですね。そうなんですよ。こういうのも結構役に立ってる、はい、テープですね。これで可動域増えるんですか。変わります。へえ。で同じようにテープは伸ばさないで、はい、ります。そのままですね。はい、伸ばさない、一切伸ばさないように、はい、よいしょ。で同じようにしっかり温めてあげる、はい、温めてこの接着をさせてるわけですね、はい、リフト。こちら側はこの出っ張ってる骨あるじゃないですか、はい、ここが、ね、はい、ここが中心になります、はい、で、甲は中心、はい、こことここですね。そうですね、はい、でここの上にちょっと、はい、あ、重なるんですね。あ、重なります、はい、同じように、はい、出来上がりです。これでもう出来上がりです。出来上がりです。こんな風になってますよ、はい、若干こっちの筋肉と、はい、こっちに走ってる筋肉の位置がずれてるので、はい、あの2枚に分けてある。ああ1枚でぐるっと巻くんじゃなくて、はい、あ、なんか確かにちょっとずれてますね、はい、そういうことなのか。それで切ったんですね。そうです。じゃあもう肝心のこれで本当に変わったのかどうかという可動域が、可動域が変わったかどうかをちょっとチェックしてみたいと思います。どうかな、あとはその後ろにギュンと、あれでも全然違うな、絶対さっきも言ってるわ。似てますね。はい、いや本当にリアルに言ってます。ここの感覚が違いますよね。いや違います。あ、なんかこの辺軽くなってるの確かに。なんでこれ。いや、これさ、本当なんですよ。いや、本当ですよ、これ。いや、本当ですよ、これ。なんでこんな違うの。俺、本当に、あれなんだろう、本当に。行く。行きますね。行きますね。はい。で、縦も一緒に。縦もって、こうですよね。顔はちゃんと。ここまでですね。いや、これ絶対行ってるわ。そうですね。ちょっと開いてますけど、まあ、そんなもん。もう絶対行ってる。いや、僕、なんかおかしいな。ここなんですか。肩こりの原因、ここ締めるだけでいいんですか。ここが変わると腕全部変わります。すごいなこれ。あ、もうだいぶ、はい、さっきより。これ野球したら、これ野球したらいいですよ。いいですよね、本当にいいですよ、はい、遠投の時とかすごいいいですよね。こんな違うんですか。こんな違う。こんな違うんですか。いや、これいいっすね。これいいですよね、はい、チートレベルですね、これは。本当に、これはあの、これは僕たちの周り、大流行。いや、そうしますよね。いや、こういう普通に怪我のサポートじゃなくてパフォーマンス向上に使えてますね。そうですね、はい、我々、本当は手のひらが上になった状態が、はい、リラックスの姿勢なんですよ、はい、だけど、我々って仕事みんなこうですよね、はい、まあ、指を使うので、みんなこうなるんですね。勉強する時もこうだし、なんだかんだ言って全部手のひらが下を向いている状態、はい。でも本当はこっちなのでこうしたいんですけど、まあ仕事がこうでこうなってると肩上がるんですよ、うん、肩緊張するんですよ、はい、でこうなると肩下がるんですよ。でこの状態にしたいんですけど、こうなってるとここの筋肉がこうしてるんで、ここの筋肉がすごいいつも緊張して頑張ってるんですね、はい、でここの筋肉をふって浮かしてあげると全てこういう動きであったりとか、はい、あと指の動きであったりとかいうものがここ全体を通して変わってくるので、ここは浮いている。それが原理です。要はその緊張してない状態にこのテープがしてくれてるってことですね。まあ分かりやすく言うとそんな形ですね、はい、プロ野球選手がよくあの白いテープとかここぐるぐる巻きしてるじゃないですか。 あれはあの逆に締め付ける方ですね。あれこれと違うんですね。握力をこう強めたいためにここにキュッて貼ってるんですけど、はい、あれとはまた若干違います。違うんですね。ただこれも同じような感覚にはなると思うんで、こうキュッと、はい、かつここが変わればなおいいですよ、ね、いやこれやばいわ。いや単純にサポーターだけじゃないんだわ。
パフォーマンスも上がりますね、これは。よかったです。ちょっと僕ちょっととりあえず今日持ってきてもらったやつ全部売ってもらっていいですか？気になるお値段っておいくらなんですか？はい、こちらのパッケージ入りが5枚入って1000円、はい、税込み1000円ですね。はい、もちろん値段だけ比べちゃえば高いんですけれども、はいはい、まあそういう使い方をしていけばそんなに高いものではないのか、うん、で最近だとお客様も、そんなもんなんだっていう、はい、ご意見もいただくので、はい、そんなに高い商品でもないと思っていますけれども、うん、はい、でもデザイン性高いんでやっぱりちょっと気になりますよね。あいつ何つけてんだろうってなりますよね。まあ、これとこれを比べると、そうですね、その相手から見るその威圧感っていう違いますね、確かに全然違うので、はい、メンタルもかなり変わってくるんですよね。確かそうですよね。例えば怪我をしている相手が怪我をしているっていう風に見ると、はい、あの人怪我してるんだっていうことでちょっとこっちの方が優位に立てるような感覚も確かに確かに ありますね。それあ、それ確かにある。それだとちょっと結局、はい、自分がテープをした時は若干不利になるので、例えば、まあ、これ怪我してなくても多分こうやってやっていると、はいはい、そんなに怪我してるような感じには見えないですね。むしろなんかこれのおかげで足速くなってるんじゃないかっていう、はい、感じありますね。確かにそのあるある。そうですね、こちらはどちらかというとマイナスをゼロにするみたいな感覚なんですけど、これはゼロをプラスにするような、おそんな感覚でいたりもするので。いやいや、驚きました。驚きました。驚きです。本当に可動域も広がりましたので、皆さんもぜひねこのテーピング試してみてください。その他を圧倒するって意味と、あとパフォーマンス向上と、あと本当サポートって意味でもこの3段階ですごい有効だなというふうに思いました。あとはですね、スーブランドアパレルもございますので、こちらはオンラインショップの方でチェックしてみてください。それでは今日の動画は以上となります。応援コメント、チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。杉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼します。2年半の努力は一生あなたの支えになるはずさ。きっと一緒に走って夢見た仲間はこれから何年先も宝さ。